TBS アニメフェスタは TBS テレビ制作のアニメ作品に関するイベント。TBS ホールディングス市会社の BS 放送局 BSTBS が本格的に深夜アニメ放送を始めた2001年以降2015年までの夏にかけての土曜日あるいは日曜日に開催およそ6から7時間のイベントである。司会は2015年度までの第一期開催では TBS テレビ局内で大のアニメファンとして知られる向井生成アナウンサーが担当。2018年開催では、向井同様に TBS テレビ局内でアニメ好きのアナウンサーである、宇垣美里アナウンサーとアニメ好きの芸人として知られる、原市の岩井勇気が担当。主な内容は、TBS テレビ制作のテレビアニメ作品の上映と、その作品に出演する、 声優陣のフリートークやビデオメッセージ、主題歌を歌う歌手のミニライブ、その他毎日放送や CBC テレビ制作の JNN 系列局ネット作品のプロモーションビデオ上映コーナーもある。当イベントで初めて制作発表されるタイトルも多い。2016年は開催なしと発表され、2017年に関しても開催発表がなく休止状態となっていたが、 2018年8月にアニメリコアニメサタデー630第2部の合同イベントとして3年ぶりに開催された。当初は自社施設の赤坂アクトシアターで開催されていたが、同施設が赤坂サカス再開発事業に伴い2003年9月28日に閉鎖解体されて以降は文京シベックホールにいて開催されている。その後2008年3月14日に 赤坂アクトシアターが再開業したが、引き続き文京シビックホールでの開催である。ありがとうございます。